はい、どうも、メンヘラおじさんです。今、夜中でございまして、疲れもあんまり取れへんなというところなんですけども、動画一本撮っていこうと思ってます。で、小室圭さんの話が、相変わらず、失敗小僧さんとか、ハリーさんとか、出してはりますけども、正直なところ、ちょっとどん詰まり感がすごいなというところだと思います。で、ご本人的にはなんかこう、思ってたんと違うなみたいな感じになってるんかなとか思ったりもしてます。で、小室圭さんとしては、なんですか、2月の弁護士試験、受からないと、言うたらアメリカでの勤務先でクビになる可能性があるというようなところで、これはやばいなと。ただ、この前、プチバズり2000回ぐらい再生された、おじさんの動画もあるんですけども、地頭の問題ですよね。物を詰め込むということに対して、多分彼は向いてないので、次の試験も多分ダメだろうというふうにおじさんは思ってます。というよりも、言うたら、いろんな YouTuber の方が見てると、受かるだろうって言ってる方は多分一人もいないと思うんですね。で、仮にアメリカに戻って、弁護士補助の仕事をして、年収600万の、言うたら、仕事をしながらですね、弁護士資格を2月取るっていうのは、多分無理なんですよ。というのは、激務の上に勉強する時間確保されないので、無理ですと。じゃあ、眞子さまの、言うたら、お金に頼って、半年間何もせずに勉強ばかりするという選択肢もあるんですけども、それも多分無理なんですよ。っていうのは、3年間、言うたら、弁護士になるためにですね、勉強して、一番最高の状態に持っていってた時にダメだった。で、言うたら、言うたら、結果が出る間にもですね、小室文書であったりとか、いろいろ書いたりとかしながら、言うたら、本来、弁護士資格のために使う時間をですね、いろんなことに割いていると、言った中では、なかなか難しいなというふうに思うというのが一つありますというところと、おそらく、なんていうんですかね、日本の弁護士試験と違って、受かる試験、だったのにもかかわらず、ここで結果出せなかったということは、多分無理だというふうに思ってます。っていうところですね。はい。じゃあ、どうするかっていうところで、おじさん的に考えたんですけども、ちょっと思いつかないですねと。アメリカでのその、弁護士試験、を受けたというところの、言うたら法律関係の知識と、言うたら英語達者というところで、架け橋になるっていうことは考えられるんですけれども、それどこが拾うねんっていう話もなってくるんで、日本のどっかの会社で、拾ってもろて働くっていうのが個人的には一番、合理的なのかなとか思ってるんですけども、それは、眞子さんが思い描いてたものとは違うのかなというところなんですけども、そこについて、ある程度納得しないといけないのかなというふうには思ってます。なんて言うんですかね。眞子さま的には、私が主導しましたと言ってるぐらいだから、言うたら、箔つけて帰ってきたら、言うたら、この結婚は認められるっていうふうに思ってたのかもしれないですけども、予想以上に、金銭的なスキャンダルとかもあったりとか、彼の言うたら、なんですか、プロフィール的に、銀行行って、一橋行って、法律事務所行って、で、ロースクール行ってっていうところの一貫性っていうのがあまりなかったというところで、そもそも欲しがられてたのが、ここに来てやっぱり弁護士資格が取れなかったと
いうところで一気に露呈したという形になるので、多分この後もですね、追いかけられ続けるのかなと思ってます。で、言うたら、いつか試験に受かるだろうっていう方であれば、まあ、追っかけられてても、なんとかそこで踏ん張ってですね、試験通りましたっていうんであれば、まあ、一定納得感のあるものになるんでしょうけれども、そうじゃなかった場合は、もうちょっと早い段階でシフトチェンジしないといけないんですけども、なかなか難しいと。で、難関資格とかに関して言えば、その切り替えがめちゃめちゃ難しいんですよね。言うたら、弁護士勉強中とか、会計士勉強中とかっていう時は、みんな頑張ってるねって言ってくれるんですけども、いざ試験結果がバーンと出て、受かった人と受からなかった人の差が、雲泥の差なんですよね。で、受かった人はもう先に進みますし、受からなかった人はもう年単位で停滞しますと。でしかも、受かるかどうかわからんというところと、どれぐらい足らんのかっていうのがわからんと。いうところなんで、そこでもまあ違うと。で、諦めたら諦めたで、なんか、中途半端に諦めた人みたいな感じでですね、やっぱ後ろ指刺されたりとか、陰口叩かれたりもしますし、まあ、各位おじさんも結構言われましたから、早い段階で諦めてそれ言われて、たっていうのを考えると、まあ、小室圭さんとかはまあめちゃめちゃ言われるんだろうなと。しかも、言うたらまあ、準公人っていうような立場になるので、そのことはめちゃめちゃ言われるし、その後の就職先とかも、あ、もうこれ絶対、言うたら皇室からの忖度があったよねっていうのはもう絶対言われるというところだと思うんですね。で、まあ、もう結婚してしまったので、もうあと何言われてもええわっていうような、言うたらまあ、鋼のメンタルであればですね、耐えられるんですけども、ここまで記事にされると、結構きついなと。いうところだと思います。で、今まあこうやって SNS の次第なので、多分こう美味しいネタというところで皆さん逃さないというところだと思うんですよね。逃さないって言ったらあれですけども、まあ言ったらネタになると思われてるので、そこのところも厳しいとなってくると、なかなか難しいんだろうなと。いうところだと思います。で、眞子様は眞子様で今ちょっと PTSD の話なので、アメリカへの渡航制限かかってるというところもあるので、まあ言ったら思い描いてた結婚生活とは違うし、言ったら思ったように稼げへんしと、で世間の風当たりもきついしというところで、三重苦でございまして、どうなるんだろうなというところです。多分ね、これはもうあんまり気にしないでくださいっていうふうに、もう世間に対して多分お二人は言うんだと思うんですけども、単純にね、心配なんですよね。生活がちゃんとできるのか、言うたら皇室の紐になるっていうことが前代未聞のことだし、そういうところで、言うたら、今回の、まあ、皇室の、言うたら、まあ、なんていうんですかね、価値が下がると言ったらあれですけども、ちょっとまあ、いい食い物にされたな、みたいな感じで見られてるので、そこのところの顛末っていうのは、きちんと皆さん追っかけるでしょうし、それで、まあ、うまいこと言ったんであれば、ああ、よかったな、で多分終わると思うんですよ。他の、言うたら、皇族の女性の、方で結婚された方っていうのは、あんまり言われてないはずなんですね。で、特にまあ黒田さんとかは、もうすごいこう旦那さんがいい人でみたいな感じで言われてる中で、もうそんな出てこないですから、そういう風になればいいんですけれども、もうそうじゃなくて、そもそも今プー太郎やないかっていうような話でやったりとか、まあアメリカ事務所で、勤務してる言うたって1ヶ月、日本に帰ってきてですね、いろいろやってて、で、なんかもう向こうのプロフィールから消されてると。こういうような情報もあるぐらいですと。で、なんなら、大学の卒業者名簿からも消されてるんじゃないかみたいなことも言われてて、本当に、とんでもないことになってるということなので、そこのところは見守っていきたいなと思ってますというところです。決して、なんだろう、まあ、叩きたいとか言うあれではなくてですね、個人的には、まあ、行く末心配してると。
いうところでございます。まあ、こんなおっさんに心配されてもないねんって話なんですけども、まあ、なんていうんですかね、まあ、続々とネタが上がってくるので、やっぱりこうやって喋る、ことになるかなというふうに思っております。以上です。